随着日本政府和东京电力公司对福岛核污染水排海计划推进倒计时，越来越多的日本民众自发走上街头，表达对福岛核污染水排海计划的反对。在集会现场，我们可以看到有不少民众都打出了各种各样的条幅，像这个条幅上面就写着“不要将核污染水排向大海，不要无视当地居民以及渔业从业者的声音”。大家通过这样的一种方式来表达对福岛核污染水排海的反对。 放出しようは絶対に反対です。で、政府は当初漁連の全国の漁業連合会の人たちに対して、みんなの協賛が得られない限り放出しないって約束をしたのに、それを反故にしようとしていることは絶対に許されないことだと思いますね。っていう状況です。はい。ですので、地上にもね、まだ汚染が残ってる状態で、 海に追加で流す、せっかくタンクの中に溜めてあるのに、もっとちゃんと溜めておけばいいわけですよ。場所がないなんてのも嘘だし。尽管日本政府和东京电力公司一直宣传核污染水排海计划的安全性，然而不少日本民众并不认可这种说法。他们担忧核污染水排海之后可能会产生全球范围内的长期危害。もちろん反対です。 汚染水っていうアルプス処理水という風な形で東電や政府は言ってますけれども、処理したけれども結果はどうですかっていう中身はほとんど放射線各種が200とか300も取れてない汚染水は、ちゃんともう調べてみれば、もうあれは毒っていうか、絶対に世界中の海を汚染しちゃうものじゃないですか。 海は一つです。全部つながっています。汚染水は薄めても消えるものではありません。